안녕하세요, 유리 先生です。今日も一緒に楽しく勉強しましょうね。はい、皆さん、今日のテーマはこちらです。手前を頼むことができませんの未来形なんですが、前回の授業とは違った言い方でこの表現をします。では、今日使う単語から見ていきますね。まず読みますので、よく聞いてください。음식배달을시키다。택배를받다。사우나를이용하다。짐을맡기다。はい、では皆さんも声を出して言ってみてください。음식배달을시키다。음식배달을시키다。택배를받다。택배를받다。사우나를이용하다。사우나를이용하다。짐을맡기다。짐을맡기다。네、잘했어요。さあ、では今日のパターンを見てみます。皆さん、前回の授業でもこのことができませんの未来形についてやってみましたが、今日はそれが一文字でできます。その一文字、こちらです。못、못を使います。それでこちら例文を見てください。못받을거예요、못시킬거예요、못맡길거예요などで表現することができます。では皆さん、こちらポイントを見てください。さあ、今度の授業ではこのできないとのことを못の一文字で表現することができます。それで、預けますの未来形にあたる맡길거예요につけてみました。こうなります。못맡길거예요、못맡길거예요。はい、ではこれを文章で見てみましょう。こちらですね。じゃあ、もう一つポイントありますね。すいません。じゃあ、못を使って動詞につけますね。それで、못할거예요と言います。これの前回の授業ではこう言いました。할수없을거예요、할수없을거예요。このところを못一文字で表現することができます。では皆さん、前の授業でこの一文字안を使ったこともありましたね。これとはどう違うんでしょうか。ではそれを見てみます。文章で見てみますね。さあ、まずは手前を頼むことができませんは、手前は음식배달と言いますね。あと、頼むは何でしょうか。시키다、시키다ですね。前回ではこれを음식배달을시킬수없을거예요と言いましたね。じゃあ、今度は門の一文字でこういうことができます。음식배달을못시킬거예요、음식배달을못시킬거예요。はい、では皆さんも声を出して言ってみてください。음식배달을못시킬거예요、음식배달을못시킬거예요。네、잘했어요。では皆さん、こちらの一文字にもう一つの一文字ありましたね。何でした？否定文を作る안がありましたね。안を入れてみました。음식배달을안시킬거예요。どんな意味でしょうか。はい、こちらは出前を頼みませんとの意味ですね。こちらは頼めませんとの意味で、こちらは頼みませんの意味なので、もっと안、しっかり区別してください。はい、では次の文章いきます。こちらですね。宅配を受け取ることができませんは、前回の授業では택배를받을수없을거예요と言いました。さあ、この받다を使って今度はこう言います。택배를못받을거예요、택배를못받을거예요。はい、皆さんも声を出して言ってみてください。택배를못받을거예요。はい、ではこちら一文字안を入れてみました。こうなりますね。택배를안받을거예요。意味は宅配を受け取りませんとの意味になりますね。はい、では次を言ってみます。次、こちらですね。荷物を預けることができませんは、前回では짐을맡길수없을거예요と言いましたね。はい、今日はこの一文字持って表現します。짐을못맡길거예요、짐을못맡길거예요。はい、では皆さんも声を出して言ってみてください。짐을못맡길거예요、
네, 잘했어요. さあ、こちら。荷物を預けませんと言ってみてください。一文字で。はい、これですね。짐을안맡길거예요。とも言いますね。さあ、こちらとこちら。意味が全く違いますので気をつけてください。はい、では次行きます。さあ、次はこちらですね。サウナを利用することができませんですね。利用するはイオン派だ。ですから、前回ではサウナル、あ、すみません。サウナルですね。すみません。サウナル이용할수없을거예요と言いましたが、今回は못を使ってサウナル이용못할거예요。サウナル이용못할거예요と言います。はい。皆さんも声を出してこちら言ってみてください。サウナル이용못할거예요。네, 잘했어요. ではこちらをサウナを利用しませんと言ってみてください。一文字を使ってくださいね。どうなりますか？はい、このところ「あん」を入れますね。それで「サウナル이용안할거예요」サウナル이용안할거예요と言えばサウナを利用しませんとの意味になりますね。はい、では会話の練習に入ります。こちらを見てください。手前を頼むことができますか？と聞いてます。皆さん、頼むは、式だ。式だと言いますね。じゃあ、ことができますかは何と表現しましたか？そうですね。るのバッチも入れて、수있어요と言いますね。それで、こうなります。음식배달을시킬수있어요？음식배달을시킬수있어요と言います。この助詞こちらに移ります。すみませんね。음식배달을시킬수있어요と聞きますね。さあ、答えはいいえ、できませんの未来なんですが、さあ、今度の授業の内容にあった一文字を使ってください。一文字何でした？못を使ってください。どうなるんでしょうか？はい、こちらですね。아니요、못할거예요。아니요、못할거예요と言いますね。はい、では皆さんも声を出してこちらの文章言ってみてください。음식배달을시킬수있어요？아니요、못할거예요。네、잘했어요。では最後にもう一度おさらいします。今日は動詞の지못할거예요ではなくて一文字で表現してみました。それは못ですね。この一文字「も」は「あん」とは意味が違いますので区別してください。はい、ではこちら「받다」「もらう」「受け取る」とのことですね。「받다」「못받다」「못받을거예요」「시키다」「못시키다」「못시킬거예요」「맡기다」「못맡기다」「못맡길거예요」などで表現できますね。はい、最後にキースで確認してみます。はい、こちらを見てください。배달음식을시키다。택배를받다。짐을맡기다。ありますね。こちらの文章に못を使って、そのことができませんの未来形にしてみてください。はい、では皆さん少し動画をストップしてやってくださいね。はい、皆さん終わりましたか？では一緒にやってみましょう。こちらですね。はい、못を使っていますね。では読みますのでよく聞いてください。배달음식을시키다。배달음식을못시킬거예요。택배를받다。택배를못받을거예요。짐을맡기다。짐을못맡길거예요。네、잘했어요。はい、皆さん今日はここまでです。그럼다음수업에서봐요。北朝鮮のことは북한と言います。韓国ドラマ「愛の不時着」に描かれたものは、この民族分断の悲劇を恋愛劇に昇華させたことですね。韓国にはいまだに北朝鮮の人との接触を制限しています。メディアを通じて報道されたり、これまで映画やドラマの中で描かれたりした南北の人の出会いには、政治家やスポーツ選手、または軍人同士でした。